素早く陰夢です。2012年リリースのエビスビーツ揺れるフィートデンガ流、この日本語ラップの代表曲ともいえる作品にこんなフレーズがあります。ドワーズのようにライトマイファイヤー、あのジャスミンみたいに粘りたい。ドワーズとはジム・モリソンがボーカルのロックバンドです。大ヒット曲ライトマイファイヤーの放題はハートに火をつけて。それではあのジャズメンとは一体誰なんでしょうか。あのジャズメンとは日本を代表するジャズベース奏者鈴木勲だとデンガ流のブログに記されています。あのジャズメンみたいにネバーリタイアのリリック通り、生涯現役を貫き尽きない探求心を持っていたそうです。残念ながら2022年3月に肺炎により逝去されました。鈴木勲氏が日本語ラップ界に与えた影響は絶大であり、サンプリングビートが数多くあります。DJ Master Key, Key.人間発電所の誰もが聞いたあのイントロは、鈴木勲トリオアクアマリンのサンプリングです。なっているのは音だけみたいだ。マラソのジャム夕暮れのライム、音の台風の地付きにダイブ。マラソのジャム夕暮れのライム、音の台風の地付きにダイブ。ジャズヒップホップのジャンルで日本語ラップシーンを牽引したステルスは、後に千で鈴木勲を客演に招き共演作をリリースしています。デンガ流のレッドブル64バースでは再びあのジャズマンみたいにというワードが出てきます。鈴木勲というアーティストの生き様はデンガ流の人生に大きな影響を与えているのがわかります。